1300オールは、うん、4% で上がり。リーズもピンフ？やっぱり。リーズもピンフ。あ、うん、まあ、最悪リーズもぐらい。そうね。うん、じゃあ、薬杯は重なったらどうなのこれは。泣けへんくない？ドラなかったら。薬杯の重なっても、だって1000オール。いや、現状これ、ドラなかったら500オールなんで。だいたい泣かないよね、これね。泣けないから薬杯から切る。まあ、でも一旦シャアからか。うん、転売するから。で、まあ、まず席はちょっとシャアの感じ。まあ、薬杯重ねて、まあ、リーズも薬杯かな、面ピンツも、普通にかなり面ピンツですよね。うん、薬杯重ねても、薬杯のものがね、1000オールじゃないですか。うん、そうなんよね。リーズも1000オールなんよね。面ピンだったら。そしたら、薬杯切ってもいいのかなと思いながら、なんか自分の上がり優先するんやったら、薬杯をなんか先に打ち出すんかなとか、いろいろ考えて、けど、この状況ってどんなんだよなって考えながら。でもまあ、噛んでいけるから、薬杯あった方がいいんちゃう、うん、どっちかというと。噛ん、なるほどね。大変化するやん。いや、マジマジね。ビサやけど、ビサやけど大差で。確かに関係なさそうです。で、重なって、ジャン等で、ピンフの違反なくなるパターンと、その薬杯4枚になって関するパターンの比較ってこと。そう。うん、これってピンフだったとしたら。しかもヘッドあるし、ヘッドあるし。ピンフだったとしたら、両層軸で一面作らない限り、面ピンにしかならないわけで。で、メンタン。あ、メンタン、リーズもタンがあるわけね。なるほど。リーズもピンフを1300オールだから。満たせる。そう。値上がりがまあ裏ドラ条件になっちゃうだけで。まあそもそも僕はそのメンピンでもいいと思ってて、メンピン裏位置は全然上がろうと思ってたんですね。僕の。うん。裏条件ね。裏位置条件は結構現実的な条件だと思ってるから。うん。だからそもそもみんなとそのどこまで ちゃんと 4% を作りに行くのか、もう確定を作りに行くのかっていう。まあそもそも疑問やな。ああ、そうね。そうね。だけど僕のイメージはその最低面比がその2薬杯重ねてそれこそその管できることを考えた結果、まあまあ1段目は無駄にしちゃいましたね、確かね。うんうん。はい。じゃあこれで。この時ってさ、条件がさ、きつい人の薬杯から切った方がいい。軽い人じゃない？軽い人か。軽い人か。軽い人か。軽い人ね。だから誰が条件軽いかを確認してか、原田君が条件一番きついやったっけ？きついきつい。それは原田君の役配を一番最後にしようかみたいな。うん、選べるんであれば。選べるやったら。うんかうん、これはやっぱ軽い方が切った方がいいんだ。あ、そうか、重なっちゃうから。そうですね。どうせ切るから。どうせ切るから。間違ってる。漫画の人はすぐ多分一泣きできないことの方が多いんで。うん、むしろ重なるまで引っ張るわ。なんか、なんかしたら、神ちゃんの打敗せい一気にかかるから、自分の上がり率相対的に、やりすぎ。いやー、ね、それはなんか、すごい、とう、言いますじゃない。かしこまりはい、僕はこれは、まあ、ハクポンですね。ポンですね。うん。で、まあ、ドラドレンゾーか、まあ、イーマンポンして、カンちゃんツモの47とか、まあ、あとハツとかもあるんで、とりあえずポンして、手内で進めて考えようかなって感じです。はい。イーマンポンはしない。リマンからは入らないっすね。うん。うん。なんか一番上がれそうだな、ハクポンして、ドラのヤンズを使って、イマンジャントみたいなのが一番なんか、ここの手が自然に上がれそうな形なんで、なんかもう、ヤンズが4枚飛びましたみたいな、もうテンパネルートしかありませんとか、なんかそこまでならん限りは、なんか自然に、でいいかなと思って。反論層ですね。反論層は泣きそうだね。うん。カルロソチーから。うん、カルロソないた方がいいと思う。え、ゴロチはあるってこと？あ、ゴロチもあるし、じゃ単純に、ブロック考えたら、ランドのとこで1メンツで、あと、ハクポンと2メンツって考えていくと、先にカルロソ埋めといた方がどっちみち使うし。関数素はなんか変な。関数素は泣いちゃダメでしょ、うん。うん。まあ、とりあえず、この瞬間泣くのはハクとローソーだけ。はいはい。うん。で、あとはもう、初重なりとランドと、まあ、その辺の打点は、残りのいい半っていうか、まあ 0.5 半ぐらいは見ながら手なりって感じですね。はい。うん、ただまあこれリーボー出たら白の目でいいんかなとか途中で思ったり。ちなみにこれ白さ何巡目になりたい、うん、最初の1巡目になりたい。なんかブロック構成整ってからなりたいとかある。
あまあそれはそれは多発できてポンテンイースー層とかで泣けるのが一番それはいいけど、別にいつ出ても泣くし、なんかいつ出ていつ泣きたいとかは別にあんまないから、どっちみち3枚で上がるしかこの手上がれへんから。こういう時ってなんかいつ泣きたいとか割と意識した方がいいと思ってて、それさ、泣きたいって意識してもさ、泣けるのは自分の意思じゃなくない？いや、それだったらイーマンポンとかしたら、泣ける順番多分遅くなることの方が多くて、でも泣ける条件的に割と出てくるから。で、余剰範囲なんじゃない？今ってだってシャアいらんから、今出てシャア、切る範囲がシャアだってこと。切る範囲がヤンマンとかになるときは結構嫌というか、なんか、なんかロスってることがあるから嫌だけど、ね、これ切る今が一番泣きやすいんじゃない？余剰範囲がシャアだと、うん、だから次なんかウーピン引いて初切って、あとトンカなんか切ってなんかパスを引いて初切ってぐらいで泣くとなんかロスが出るみたい。ああまだ多発された段階で泣きたいのが一番それはベストなんじゃない言うと、うん、だからなんかその孤立範囲泣いて孤立範囲の選択をせなあかんみたいなとこで、 それは結構嫌やってことよね、うん、まあ今が一番いいんだよ、トンカシャーって言ってみたい、うんうんうん、ここから考えたら知事しないですけどね。ハクだけ？いやなんか、うん、まあ、瞬間一巡目の話で今僕イメージしたのこのハイパイのからの話で、うん、なんかそのもちろんクイーンを出すのが一番痛いのってリャンソーと、あと各種薬配とか自配もそうじゃん、テンパネルとかあるんで、であとスーソーも結構痛いと思うんで、スーソー終わったら、まあ、スーソー入ったらまあ、もちろん老僧からの言ったら 最終リャンソーケアできるじゃないですか、うん、だからそのなんか、うん、その1枚繰り逃すだけでめちゃくちゃ痛いなと思ってるんで、もちろん老僧泣きたい気持ちはあるんですけどね、うん、いきつもの方がちょっと一旦大切かなって思っちゃう、うん、また積もって有効杯が結構あるからってことだよね、いやまあ、有効杯はね、実はそれこそ2と4ぐらいしかないじゃん、ローソーをローソーを泣いてその酸素をくっつけて入れたらドラくっつけて上がるってもちろん分かるんですけど、その言うたら3枚の重要度が高すぎてそれを食い逃した時もさすがになんか、うん、3枚ってリャンソーとスーソーってことですか、イーソーとか、リャンソーとスーソーとあと逆杯、ああ逆杯、自敗もそうですね、今って初とか、なんか自敗それこそ47ルートができるんで、今度はそうね、薬杯短期はね積もってテンパれるからね、ドラなくても、うん、イーマンポンとかが入って、うん、ロボスはね、まあめっちゃ分かるけど、白さん全スルーしますね。いや白はポン、ああそうか、うん、白以外全スルーしそうなイメージしますね、うん、むしろこれで白スルーしたら見たことあるかもしれない白スルーしたらなんか多分条件違ういやけど尺はさすがになポンしなきゃな、やってないよな、うん、ハクは泣かないとダメだと思いますけどね、ロボスも泣きたいけど白するはそれこそやっぱり下の条件があるときに、なんかこうね、あのディフェンス力込みで、そう、それは十分だから実践的にはしたことはあるかもしれないですけど、この条件を突きつけ、あと1局で突きつけられて白をするはしないですね、うん、でもなんか3球砲でダメやったとしても、うん、自分が白ポンして400700積もるルートとか、うん、2000点上がるルートとかめちゃくちゃいっぱいあるから、それでもポンした方が良さそうですけどね、うん、なんか上がりに行った方が条件満たせる上がり結構できそうみたいな、これぐらいにしますか、ちょっと尺的に尺的に確かに変えられへんのじゃあ次は次千野さんのじゃあ手配、千野さん、うん、はい、じゃあ私の手配お願いしますこれが一番きつかったな、なんか見てる、あ、まあ、リズムなんで別に条件は別にまあシンプルに考えてるんであれなんですけど、リズムできそうな多発がない、そうドラもないしまあだけど普通に打つしかないかなぐらいで、うん、もうこれこそこの条件で薬杯からもなんか自配全部切っていって数杯パンパンにしてリーチツモ狙うみたいなしかできなさそうよね、これ、うんうん、条件がリーチツモなんで、やっぱり下条件をつけられて、例えば3球打っちゃいけないとかね、あの条件があったら多分おそらくパーソン球層、まあトンぐらい切ったかもしれないですけど、あと何発は切らないで、おそらくパーソン球層って多分切ってると思いますね。もう、うん、もうリーズモだから、両面にして、やっぱさすがにリーチしたいんで、あの、役なしでも、と思います。はい。で、まあ今回はこの条件だったんで、まあ、うん、まあ自分切っていくしかないかなと。で、この時に、ちょっとあれなんですけど、あの、何ありますよね。はい、はい、で牧野さんの条件が2000点なんですよ、はい、でナンは1打目に切った方がいいですよ、
うん、と思いますけど、ね、と思いますと思います、はい、あやっぱりじゃあ俺古いんだ考え方がやっぱり、なんか切らない選択肢があるときはそうじゃないと思ってますけどね。この手配からナンを自分の川に置かない選択肢があるときは違うと思うけ ど、これって置かない選択肢ないと思うんですよ、うんそうですね、絶対どこかの何巡目かにナンを絶対に切ってるから、ね、じゃあ1巡目の方がいいと思うんですよ。1巡目とかトンの次とかの、うん、絞るってそういう意味だと僕は認識してるんですよ、うん、ただ一個だけあれなのは、うん、実はナンって例えば牧野さんがリーチ入った場合におそらくあの条件だとリーチの時は通るんですよね。大結構。あ、そうそう。打って、まあ、打ったこと結構通るんですよね。だから、リーチに対しては結構打て、マイケルさんがリーチという時は、何は打っても大丈夫っていうのがあったんで、うん、なんていうか、引っ張っちゃったなっていう感じがあるんですね。うんうん、ただ、ポンって言うと、もうその条件、その瞬間に条件を乱してるけども、リーチって言ってくれた時には、むしろ、まあ、多分安全牌に近い感覚で、まあ、振りってきるんで。うん、なんか、なんともう一個の役配のシャンポンでケースぐらいってことですか。いや、その時も、その時どうなんだろう。なんか、どっちでも。うん、どっちあ、リッチドライチはありますね。リッチドライチでたまたま高めが出ちゃったのはあるけども、それ以外の時は大体通るんで。そうですか、そうしかも、ドラが一個あるんだったら闇でもいい、ね。なんなんドライチ。千葉さんこの時って2つ聞きたいことあって、はい、1個はリーボーが出た時の想定をしてたかどうかと、あとゴッドって多分流局天敗で、まあ、一応これ上がるってことですけど、流局天敗で多分大丈夫なんですよね、あのまあまあ対象者が誰か分かってないっていうのが1個課題なんですけど、のなんか意識どれぐらい持ちますか。意識いやこの段階ではこの手いや自分の条件も軽いですけど他の人の条件がそうハードルが高いわけじゃないので、これはもう基本的に上がりに行きますね、うん、なんかそこちょっと他の人厳しかったら3ピンポンとかしたいじゃない、なんなら3万ポンも僕しちゃいたいしたいけど、なんせ現実ドラも何もないので1000点ですよね。いやまあトイトイ、まあ、トイ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 タイヤをトイトイタイヤをトイトイ役トイトイ、俺あんまり上手じゃないからなそれ、役トイトイタイヤをトイトイテンパイテンパイリーボー出たとして、ああ例えばトン切って例えば3ピンあたり出たらポンしてで、なんですかこれは急走パーソー急走切ってるってこと。いや急走切って急走切って E ピン嘘パーソー孤立配にしてで重なればよし、でタイヤをにするかトイトイにするかもうちょっと様子引っ張ってで リーボー誰か出さへんからみたいな感じでなんかいきそうで、終盤にもなんか向け上がるよりもテンパイ率高めていこうかなみたいな。いや俺三ピンポン考えてなかったな、だけどこの段階ではまだなんかもう無理じゃないですか。結構無理。リーズモのイメージすら湧きづらいというか、うんまあ、チーソー入った時に劇的に変わるんですけど、うん、言うてもしんどそうで、E ピンが。俺は3ピンポンするんですか、これって。あ、まあ、しない。まあ、しないけど、してもいいと思う。してもいいと思うぐらい。うん。うんうん、3ピンポンからちょっといけないな。なんせリーズも OK なんで。そう、リーズモード OK っていう、OK っていう、うん、まあ結構でもこれリーズモは難しいんでね、うん、そうなったらそれとその3ピンポンとかして他の人の上がり率を下げながら、まあ、上がり率が下がるか分からへんけどね、うん、この条件で、うん、でリーチボーとかが100個出た時に、うん、あの1000点 OK のなんか食いターンに行ける準備をしておくのもまあ別になくはないから、なんか別にまあダメだとは思わないですね。まあ、引き出しにあった方がいいと思いますね。うん。だからリーチって多分これ3段目なんですよね、すぐ。うん。おそらく。2段目中盤できたら行こうみたいなイメージなんですね。なんか1段目にたまにチートイテンパるよ、これ。トントンはそうか、そうか、そうか、そうか。2統一あるもんね。そっか。そっか、むしろその引き出しがなかったわ。なるほど。あ、すいません。なんかいや。はい。まあ、いずれにせよちょっと厳しいな、厳しい、ね。そう、厳しい、ね。まあ、別に泣かなくて、自敗から切って手なりでノベット進めるのが、多分、一番マジョリティっぽいけど、うん。うん、一番千野さんがビジョンが見えんかったっていう、あいまいのキッズってことだ。あ、そうね、うん。あ、すいません、大丈夫です。はい、じゃあ、これぐらいしますか。はい。はい、じゃあ、一番良いことない。はい、ずる。ずる。ずるいけど、どうするってやつ。ドライチ。ダブリーは全部打ったら条件満たすんで。ええ、うん、そうですね。両ピン入って、両上杯初やったら両ピン入ったら、まあ、入ってもリーチ打つんですけど。うん、カンパーマン。じゃあ、その感想、自重3層やから、テンパ外そうと思ってた。うん。イーソーは、イーソー一発は、イーソーも外すかな。
顔面変化2種ぐらいのチュンチャンパイと、はい、孤立の G1 カンパワー外し G1 やったら大体外すってことです、うん、ぐらいです。チーソー外す、チーソー外す、チーソー外す、外す、チーソー、え、チーソーとチームは一緒とは見ず、そこは。ん？どういうことですか？酸素引っ張ってきて電波やつじゃんか、これ。あ、次チーソー引いてきたと。あ、酸素引っ張ってくるのが、例えばチーソーだったら、じゃあチーソーを外す。あ、外す、外す。あ、外すんですか。なるほどね。うん、そうね、なんか、両面変化2種ある孤立肺ぐらいからは外しそうだね。うん。うんうんです、うん、まあこれはそうね、これはむしろの後の判断の方が、うん、そうですね、まあ、後はまたちょっとハツカさんだったら、ハツカさんだったらカンちゃん、カンちゃんとします、5人 OK、 リーチ発ドライチなんで、うん、一旦気を、まあ、一応多発が足りてないんで、そこのマッキーのシャーとかがもうね、うん、ここの条件を表してるんで、これなんでいいわけ、なるほど、うん、これとかも、スキャさん、そう。ちょっと迷うよね、実際に。ちょっとね。ノーリスクやから、もう。ノーリスクじゃなかったら。いや、そう、これもさ、もういいピンとか切ってもいいけど、なんかノーリスクすぎて損になったわ、これ。これ、ランピンさんいらんくない？いらん。でも、いいピン縦があるやん。あ、そうね。さあ、そうそう、それ見てるやろな、みたいな。うん。別に、ノーリスクやったら、数杯パンパンでいいと思うけどね。なんか。これ、チューンからの。ちょっと待って、止めてほしいとか止めてって言ってるんじゃない、はい、じゃあ次止めてください。あ、違う、ああもう次でも大丈夫です、これポンのシャート、あ、ハクポンします、はい、目いっぱいいきます、まあするよね、はい、イチローさんのナンを、うん、まあ切る、まあ、なんかまあ多分白ドライチが咲いてあるんだろうなと思うから別に止めてる意味がなくなったんで、ね、これ1パワー入っちゃった、速は当然上がるで、1段目ぐらいは全部見逃すかなと思ってますよね、うん、当然、うん、裏にかけるより積もった方がまだ、まだ積もった、止めてください、これさっきのチュンのとこね、そう、1個前チュンチュンチュン、チュンナムはなんかある、いや、なんかあるかどうか分かってない、チュンは切っちゃダメなの、いや、切るんやったらダブナのなんからさっき切る人がいいでしょって話ですね、そういうこと、うん、まだマッキーノ君の仕掛け前、仕掛け前、うん、やっぱりあそこも何を切って何から切った方がいいんじゃないかってことですね、うん、現代的なセオリーはそうですね、まあ、そう、現代的なセオリー、うん、苦手、でもでもなんか泣かれた瞬間に条件は条件満たされてるから、どうせ切るからね、どうそう、いや泣かれた瞬間がどこなのかだけの話だから、そうね、うん、いや、どうせ切るもん、むしろ先に要するに泣かせて相手に決めさせた方がいいってことね、カルを。いや、なんかね、いや違う、重なる前に切った方が良くて。そもそも。もちろんそれが一番いいでしょうけど、はい。そもそもがそれが一番ウエイトが強くて、で、まあ、どこで切っても泣かれるじゃないですか。あの、まあね、あその瞬間にアンコラの限りは。まあね、うん、やからっす。うん、もうそれだけっす。そうですね。特にこの条件、僕は2000点で OK の条件なんで、ダブなんて重なったらそれだけで条件満たせるんで、超偉いから絶対引っ張るんですよね。うんうんうん、それに対して、先に、いや、これぐらいの手やったら、なんて大体出ていくじゃないですか、そのうち。出てきますね、だったら、この順目、できるだけ早い順目に切った方が、重ねてポンされる可能性が低いからって話ですね。うん、いつ泣かれるとかあんまもう関係ないですね。関係ないです。ハイパイから統一だったらもういつ切ってもいいですよね。その2巡目に重なったり3巡目に重なったりする前に切れなかったのが罪みたいな、なんかそんな感じですね。うん、俺けどそれあれだ。だけど確かにやってるな、それ。でしょ、でも例えば、なんか一発とか、裏ドラがないルールとかで、ダブトンとかダブナンの、あの、リャンハンが超偉いみたいな。で、親の仕掛けが入ってる。で、この手だと切らないパターンもあるよね、降りるパターンもあるよねっていう時は、絞るのも込みで、切らないパターンもあるけど、特に今日みたいな自分の上がり以外価値のない条件で、超えてハイだったら、できるだけ早く切った方がいいかなっていう感じですね。ちなみに関谷君、この瞬間さ、1000オールでもいっかっていう、もうこの瞬間になってる、意識変化的には。1000オールがいいのかどうかはちょっと分かんなかったです。ああ、そうよね。そうそうね、うん、まあ、じゃあ1、3、一応目指しましょうっていう形で。そうですね。1000オールもまあまあ、1000オールもまあまあ厳しいんだけど、ね、まあ、まあ、残りかっていうのはやめないもんね。これいいじゃんか。うん、まあ、とりあえず、まあ、もう何切るしかないよね。ありがとうございます。で、これ、ここね。あ、これね。あ、これ今1等。
なんか。これ E マンでいいの？どの条件でも E マンいっちゃいそう。ああ、じゃあ別によかった。あ、いや、僕はね、余裕でローピッキング。うん。いや、そう。だからノーリスクで、ノーリスクでこの手上がりに行くなら、ローピンしかないじゃないですかって。ローピンしかない、ね。あ、そうなんだ。はいはいはい、孤立で。で、原田くんにロンって言われたら、うん、すいません、終わりです、みたいな。で、まあ、だけど、まあ今日どれぐらいの条件であるかわかんないけど、まあ、なんか即は上がれますパターンもあるし、うん、まあそれも考えると、一旦一番報酬率の低い E マン2枚切って、まあその後、一応ターツオーバーの形になるんで、うん、まあその後ローピンの周りくっついたら選べるようにした方がいいかなと思って、一旦、まあ E マンに、しました。なんか割と普通、いつも通りのイーマンっぽいから、うん、これの今日の条件戦に合ってるのかあんま分かんないなと思いながら。ローピン機行ったとしたら、多分イーマン・リャンマンの依存度がちょっと上がった上に、かつ、あ、まあまあ、多分イーマン・リャンマンポンするんだけど、ってなったら、ウーソ・チーソってなって、その瞬間5筋押すっていうビジョンだけど、うん、イーマンと人としてるときに、なんか、まあ一筋を、まず一筋で、で、その、まあ多分3巡ぐらいの余裕の間にまたなんかどっちのピンズかソースが払えるなんか筋数が出てるから、なんかそこで判断できるっていうのが結構落ちそうって思っちゃって E マン行くかな。まあそれは全然あると思う。うん。トータルで、その一旦E マン行っていくことで情報が増えた後にターツ選べたり、ローピン軸で使えることもあるから、そう、ローピン切るイコールもうピンズの無筋全部切りませんになるから、まあ、そうだけど、ドバッスル行く。でも、そうだけど、なんか、イーマン・リャンマンポンできて、その、ローピンとかの周りの無筋を持ってくる前に上がれることもあるやん。そうね。うん。まあ、だから、どっちかわからんけど、まあ、多分、リーグ戦とかだったら大体イーマン切るから、なんか割と、普通にイーマン切ったけど、この条件で、この打牌が合ってるかはちょっとわからんなと思って。あ、確かにね。言いました。はい。なんで、普通にイーマンを切りました。はい。進めてください。このイーマンいいね。だけど、本当に。オッケーですサブローマンですよね。これさ、漫画ちょっと打てない。いや、これさ、どの道千代さん、イーマン・リャンマンなってないですか、これ。え？これ、どの道イーマン・リャンマンなってないですか。いやいや、急走パーソかもしれない。何もなければ。どっちにするか分かんないけど。え、だって3万のワンチャンスですよ、うん、イーマン・リャンマン。あ、リーチ込みで、ね、リーチ込みで、ね、です、込みですよ。イーマン・リャンマンでしょ。だから、イーマン・リャンマンポン、そう、ロスポンできるってことで。そう。だそうなったら、ローピン勝ち込んどいたら、イーマンポンできて、シャンテン進められるから、だからそういうロスもあるなっていう、さっきの話ですね。はい。現実問題としては、目の前で起きたねっていう。うん、そうそうそう。あ、そういうことか。そのイーマンポン込みで、ね。これはね、ちょっと待って、だけどちょっと待ってよ。いや、これイーマンしかないですね。だって、イーマン通ったし。うん。どっちみち次に打つリャンマンも比較的安定だし。ね、うん。で、まあ、リーボー出たし、単ヤオでいっかみたいな感じですね。この時、千代さん3品出たらポンするんですか？今切って、3品出たらポン、うん。うん。します。そうそう。もう1000点でいいんで。なるほど。1000点でいいって、まあ、2、6上がりがあるんで、ダメな場合もあるんですけど、まあ、もう2人、1人で1で1人仕掛けられちゃったらね。そうそう。ここはもう3品ポンしますね。もう、しょうがないから、あの、急走パーソって、切るつもりで。うん、はい。これじゃあ一体言われちゃいますね、取った今から。これは言われちゃいますね。なんか人としてなんか3ワンは、ちょっと、さすがに切れないんだろうなと思ってしばらく。うん、ちょっとこの関谷君の EP も、あの、さっきの話と一緒よね。割とリャンワン、切らなかったなっていうところね。こう、一品切ろうかなって一瞬思ったけど、さすがにあそこは本当は一目で作りたいんで、まあ、リャンワン切ろうと。どうせリャンワン切るから。そうですね。だからこれで一旦一品一品して、ターツ選べるようにって、まあ。おーおーおお、入っちゃった。で、これでそうか、取ってる方のリャンワン。すじ。リャンピンだ。リャンピンだ。あ、自分の上がりやんですか。なるほど。うん、見まし。リスクないんやったら、そうで、リャンマンは普通に。これ、チーソンは どういうあれだったんですか？あ、三層切ってる裏筋ですね。なるほど。嘘切った、あ、ちょっとすいません。僕の手番で戻してもらっていいですか？あの、チーソン切ったとこ。これ、嘘からの方がいいのこれ。いや、チーソン切る。チーソンでいいよね。
いや、二筋だからね。いや、この条件につき嘘でもいいかどうかっていう話。あ、そうそうそう、そうです、そうです。実質一筋っていう話。だけど、下が完成してウパソっていう。あ、だから、実質一筋、だから、その地層と一緒。一緒ということ?そう。いや、なんか、その、メンピンドライチの、とか、リャンウスを持ちだったらリャンゾー高めなんで、嘘を浴び逃す可能性は結構あるんですよね。うん、嘘をつもやったら裏一条件で上がるとか、乱造で上がりはどっからでも OK とかのパターンが結構あるんで、うん、先に嘘を打ったら振り手になる可能性もあるし、まあ、いろいろ難しいことを、余計なことを考えると嘘でもよかったのかなと思いますけど。先に振り手にさしといて理論って。そう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 。まあ、でも普通に、いや、普通にチーソーに。チーソーっぽいな、なんか。普通にメタピンもあるんだこれ、リャンソーとて、メタピン、まあ、メタピン一緒か、チーソーに。これさ、スーソーとか引いてさ、だからリャンソーは切らない前提やん。ってなったら、リャンソー出ない形にするのって、やっぱり、5残しといた方がリャンソー出なくていい形が多くなりそうで。まあまあ、そうね。なんか、変化変化でした時の。スーソー入って、みたいな。リャンソー出なくて。手組み的にリャンソーか嘘から言ってそうでリャンソー引いちゃったらそうリャンソー引いちゃったらもう多分切れなくてってなるからそうやったら関数層まだ残してる方がよっぽど良かったりとかしない切れない嘘切った後はリャンソー切るんだよ切れないの考えがなんか切れないまず切れなくないそう嘘通した後だから別にリャンソーは別に切ってもいいんだよいや嘘通した後っていうかそもそも別に自分が条件満たすテンパイ入ってる以上全部何でも切るから、うん、あんまり関係ないと思うねんけど痛みがないからそうそうそうだからまあ単純にこれは自分の上がり率と対リーチに対する包丁率で7からいくか5からいくかだけの話 でそこにその原田くんの条件があるから、うん、嘘を言った時になんか振り手になって結構上がりのパターンが制限された後に自分が上がれるとかのパターンがちょっとあるんだったら、うん、嘘から言ってもいいかなっていうだけで、うんうん、まあ普通に切るなら T 層が普通やし、うんうん、かしこまりっていう感じですね、うんうんうん、はいすいません進めてくださいリャンピン見逃しは触れてないけどいいのそういや。え、する。まあ、当初の予定通り。1段目ぐらいはまあ、まあ見逃していいかな。うん、まだ、まだ積もれる、裏1のなんか 30% ぐらいよりも、なんか積もの 40% ぐらいの方が多いかなって。1段目ぐらいまではそう思ってるから、積もる。うん。見逃し。そうですね。まだまだ全然積まがれてる。高い。ただなんか全員押してくる状況だから、上がってもいいかな。ちょっと、うん、ちょっと見逃してから思った。ああ、上がってもよかったな。じゃあ、ここで一旦ストップですか。はい。すいません、一回止めてください。カンパーはリーチドライチ、3球、4球だったっけ?リーチのみです。リーチのみか。リーチのみです。ごめんなさい、ドラがなかった。まあでも4パー上がりだから裏1で条件満たすってことね。そうで、ドレオールも。そう、何にせよ裏条件って言ったね。リボー OK だよって手の声聞こえたんで、まさか裏1条件も。積もってもいいかなと思って。まあそうですね。積もも OK よね。うん、多分ね。はい。いや、関谷君もさ、いや、聞くやったらこれカンサマとカンパーマの比較じゃない?むしろ。だからどこまでそのリーチに対してやったんやけど。だって、チノさん E1 にはもう払ってるしさ、マッキーが E1 統一落とししててさ、うん、1、2、3メンツマッキーがないって教えてくれてるしさ。ってなった時の3ワンのし実際はチノさん3ワンかいけど、なんか、なんか両ワン、その3ワンとパーワンの比較をもうちょっと、なんか、精査、しないといけないぐらいの。それじゃあ前順ってことですか?そう、前順に。そもそも考えてて、その換算マンとかカンパンマンとかで言うて、まあ、理想はやっぱ面ピン積もりになったりですか。まあね、ぐらいですか。だからなんか、どちらかというといいのかなと思って、まあけどそんなにすぐ答えは出ないし、まあ、そこまで正確にもわからないし。でもチーピン数、チーピン入った時に単位をつくの換算マンかもしれない。それも考えてますよね。うん。まあ、9万、チームもまあ取ってたからな、どっちがいいかなと思ったけど。ああ、そうですね。なるほどね。なんせ早すぎて分かんなかったっていうのもあるよね、これね。もう、上がらないでしょと思ってみんな押してるんかなって。だから僕は E1 リャンワンが、もうちょっと遅いとこで E1 リャンワンだと、ムツリの E1 リャンワンだから、3ワンもしかしたらっていうのは、あるかもしれないけど、この段階だとちょっと早すぎて、単純にいらないペンチャー外してる
とも見えるんで、あ、そうそう、ちょっと分かんないね、うん、3万でも単純にいらないペンちゃん外してるんだったら3万ちょっといいですよね、うん、うん、あ、そうか、いやケースとして多分単純3万の方が多くない、12333で持ってるケースまあまあ そ, う、ね、そんなそんなそんなにはないね、うん、あ、まあでも確かにそれで言えば何かタイヤオナルいい班見て Q1 から切りそうやな、そうなると全然から通ってるしね、 Q1 がね、うん、まあ、なんかもはやでもね通ってるはあんま関係ないんですよね、まあそうか、うん、瞬間廃校率は山の方がいいよね、ローマ行った時の形とか、ああそうそうそう、うん、うん、まあそんなにでも瞬間単葉ついてないし、やっぱそのローマ一杯のなんかピンフになる変化多い方がいいっていうのも全然普通やと思うけど、うん、うん、ドライちゃったらな、ローマンチーダいいピンとかローマンチーダ9番とかもあんのかな、これドライちゃったら、ああ、ありそうありそうありそう、あ、センオレとっけ、センオレオッケーやったら、うん、うん、うん、まあでもこの手やったらなんかそこまで差ないかなと思うけどな、むしろ上がり率マックスをどう取るかだけの方がよっぽどメンズの上がり率マックスはパンパンの保証はさ、うん、うん、そうね、ほんまにメンズの上がり率マックスでパンパン残した方がいい、これ、うん、なんかそんな気がする、ほんまに、あ、マジか、サーマンの方が強く見えちゃうな、ああ単純に下の範囲がいっぱい見えてるからってこと、あ、そう、いやもう本当にすごい素直にメンツ構成的に、うん、うん、なるほど、うん、はい、あ、すいません、あ、なんか、あ、大丈夫です、なんかリーチしちゃってください、それやっぱさ、じゃあ全順に止めなあかんぐらい、いや、切った後に思って顔見ろ、確かに、あ、でもなんか対応が大事な気がする、単位を得れば結局が収まる、うん、結論的には、うん、まあ基準だけですね、基準というかシャアですね、うん、どうするの、なくなっちゃってもう、あ、もうダメだと思ってチビン来てね、そう、今さらそれやばい、これやばい、このチビンやばい、だって他の選択肢もなくてさ当たってみます、うん、もう当たっても知らないと思う、ありがとうございます、え、でもチロさんのチーピン、あ、次止めましょう、やっぱりちょっとやっぱ考えた方がいいと思う、あ、次で、あ、これ、はい、これか、これ単位を取られてなんか接客 の, あの一発条件満たしましたの可能性なくないですか、でも抜くもんがないし、あ、そっか、抜くもんがどこにもない、あ、パーソン、うん、パーソンも Q3 も別に無筋だから、あ、そか、抜くもんがないんですよ実際に、もう純粋で、あとリーボ2本出てるんで原さんの状況も下がっちゃってるんで、うん、そうですね、うん、ないんですよ、失礼しました、そうですね、うん、でここでただリーボ2本出てるんでもう何下がれば OK だったんで、何来たんだっけな、これはパーソン来たのかな、いや、これもさ、うん、あの、3級補充したら高級ですって言われたら多分チピン切らないじゃないですか。多分急走急走とかって。そう、急走急走とかですね。まあなんかね、ちょっと条件とかでも変わりそうだけど。急走だけごめんね、急走。なんか自分の上がり率取るだけやったら、別にまあ、チピンでいいんじゃないですか。これ自分の上がり率取るとしたらチピン？チピンでいいんじゃない？チピン？本当に？だって急走急走行ってシャンテン数、チードイもなくなるしさ、落とした後にさ、うん、そのチピンの周りくっつけて、その二人に、そう、通す無筋の本数減らすみたいなのもさ、結局もうリッチ入ってるからさ、もう無理よね。そう、もう瞬間で、もう自分が最速でテンパって上がり抽選を受けるステージに行かないと、なんか上がれないから、なんかもう。そうそう、チーピン使い切るにはね、想像と、そう、でもチーピン使い切るってなっても、想像の8、9、9として、そうそうそう。多分想像の2、4、5で1メンツのイメージを持つか、想像の、あ、2、4、5で1メンツか2メンツかのイメージで、かな、まあまあいいや。でも899も。チーピンと同じぐらい危ない範囲を切ってかなきゃいけなくなるんで。そうですね。うん。899も通ってないし、うん、うん、そうなったらなんかダイレクトにシャンテンス落とさない選択の方がいいですけどね。それは多分、補充率、補充 の, そのリスクがないっていう条件ならだけど、うんうん。確かに。急走アンコになるとシーソーとかもう激痛でしかない、ね。ああ、そう、そっちの方が痛い。だって、うん、シーソー持ってきちゃったけど、まあ例えば3万、3ピンとかのワン持ってきたら、おそらくリアーソーも切るんで。ほう、うんうんうん、もう二の身でいいんでね。あ、そうですね。そうですね。間違いない、間違いない。チートイやったら嘘聞いたですけどね、嘘に紛れやし。あ、もうチートイの場合はね、チートイはそうだけど。まあ、ポンできる方が偉いか、うん、はい。すいません、ありがとうございます。はい、これはパーソー切ったよ。パーソー切って、うん、一応、これちゃんを見ると。
これリーグ戦だったら震えるのに原田くんね。はい。はい。なんと。